中学生なの。付き合ってらんない。勝手にやってればいいのよ。ほんとバッカみたい。ここどこ。これいくつあるの。心配だよ。あのゲーム、私には刺激が強すぎて。ああ、そうかもね。さっきのことなんだけど。あれか。ジェイコブに焼き餅を焼かせたいんだよ。本当？いや、だってそれしか考えられないだろう。まあ。それに付き合っただけさ。そっか。じゃあただのゲームだよね。ああ今のは。うん、どうしよう。うん、いや違う。クマかな。早かった。逃げろ。Yeah!
っと楽しいぞ。どこがだよ、どこがだよ。下手くそね。ああ、見つかっちまったな。当然。こんなとこに隠れたのは見つかってもいいと思ったからでしょ。ああ、かもな。ジェイコブ、分かってたはずでしょ。ねえ、ほら、ひと夏限りの関係だって。分かってるけどよ、目立ちさえすればそれでいいんだ。ジェイコブ、だってお前あんなキスをするなんてみんなの前でだぞ。ありえねえ。子供じゃあるまいし。いやでもニックはいいやつだ。だけどあいつ女の裸なんて見たことないぞ。ねえ、言いたくないけど彼しっかり舌を絡めてきたし、ちゃんとやり方知ってたわよ。俺のこと何とも思ってないんだな。落ち込みすぎ。ちょっと今夜の予定が台無しだ。え？なんでもない。気にすんな。それ私の。うん、俺が見つけたんだ。明日には返してよね。あっそ、そうやっていじけてなさいよ。ニックと私のディープキスでも想像しながらね。ああ、やめろよ。じゃなきゃタオル持ってきてよ。タオルってなんで。だって夏の間楽しむって決めたでしょ。夏はね、まだ終わりじゃないのよ。余計なお世話だ。うん、最近だな。この辺りじゃ。チャケットとタケットか。ああ、チャケットはクリス・ハケット、ハケットさんのことか。タケットは誰だ。オールを出しっぱなしにしやがって。濡れてる。ん？この数字は。ん？誰か。まあ別になんてことないだろう。
くそ。タオルはないぞ。ない？一枚もない。最悪。なんだよ。ねえ、降りてきて、ジェイコブ。はあ、乾くのを待つんだな。出なきゃ犬みたいにブルブルやるか。さすが、女の子によくそんなことが言えるわね。じゃあ、水に流せるわけないだろう。そんなことないわよ。ほら、キャー、助けて、溺れる。大きくて強くて絶対弱気になったりしない男の人に助けてほしいの。うん、よし。むむ、女性の悲鳴が。ハリケーンジェイクが来たからにはもう大丈夫だ。お嬢さん、行くぞ。めっちゃ冷てぇ。やば。ハリケーンジェイク。おお、おいおい、やってくれたな。おい、よせよ。誰がやめるもんですか。それ。くらえ。ちょっと。最低。わかった。じゃあ見てろ。取ってくれ。よし、そんでさ、フォロワーに見せてやれよ。サマーキャンプを熱くする男ベスト10みたいにな。あと9人いるの？え？叫び声がしたんだ。アビーっぽい声で、なんかヤバい感じだった。え、聞こえないわ。分かった、ちょっと待ってろ、様子を見てくる。え、嘘でしょ。見事に人間関係をぶっ壊したね、ケイトリン。アビーにはいいきっかけになったんじゃない。ひどいやつだよ。ニックとアビーどっちから切り出す？それね、どっちも無理。いやいや、ニックも男だ。うん、男って言っても草食系っぽいしね。あのヤサ男っぽい見た目に騙されるなよ。どうせ本当は性欲の塊だ。やっぱそう思う。ね、どうするの？続けるか。うん。え、三人で？よし、ディラン、どっちだ？ああ。今のはアビーじゃ。大変。ああ。助けに行かないと。ああ。ね、どっちから？あっちだ。行こう。ニックが、ニックが、ニックは、
ニックのところへ早く。よし、分かった。おっと、弾がすごく拡散するから気をつけて。おい、ニックから離れるんだ。おい、止まれ、撃つぞ。大丈夫か？要塞、要塞、要塞。君まで戻ろう。裸の女を待たせて何やってんだ。よし、くそ、おーい。ああ、なんだ。頼む、やめてくれ。何
あ、下ろしてくれな。この通りだ。おい、何しよってんだ。くそったれ。何しやがる。シッ、黙れ。